TGK ですね、今年の目標として、女子のゴールキーパーのキャンプをやるっていうのを目標にしております。ライトアップ TV ということでね、ついにこのお知らせを皆さんに伝える日が来ました。1年前もう2年前にもなるかもしれないですけど、女子キーパーキャンプやりますと言ってから、音信不通になってた TGK なんですけども、今回ついにやります。この名もですね、 TGK's Action 女子キーパーワンデートレーニング。はい、ということでね、日程なんですけれども、11月23日の、祝日の水曜日に開催します。場所はここです。ゴールキーパーのために作られたグラウンド、やっと完成しましたんで、未来フィールドと言います。このふかふかのピッチ でしかもたくさんゴールもあるので、練習もいろんな練習ができます。その最高の環境の中で、女子だけでゴールキーパーの練習をしていこうというような、試みになってます。で、内容なんですけれども、ツイッターとかでアンケートを取った結果、結構シュートストップをやりたいっていう意見が多かったので、シュートストップを基本的にはメインにやっていこうかなと考えています。で、スケジュールなんですけれども、基本的に午前の練習と午後の練習で、お昼にはちょっとキーパーの座学的なところも入れて、本当にキーパーをみっちり高める1日にしていきたいなと思います。で、やっぱりこのクリニックをなぜやるかっていうところなんですけど、私も現役時代にチームにキーパーが1人しかいなくて、なかなかね、やっぱり練習できませんでした。練習って言っても、やっぱりチームメイトのシュートを受けるとか、シュートを打ってもらう、もしくは試合がもう練習みたいな感覚ですよね。常にやっぱりチームメイトも、私の時はほとんど11人集まらないようなチームだったので、もう試合でバコバコこうシュート打たれて、それがもう練習になってたみたいな状況もあったんですけど、やっぱり試合で失点したくないし、もっとシュート止めれるようになりたいしっていう思いは皆さん持ってると思います。でも教えてくれる人がいない、練習する環境がない、練習してくれる相手がいない、そういう風な、環境に置かれてる選手すごく多いと思います、今でも。なんでやっぱりそこを TGK はどうにかしていきたいというところで、やっぱ練習に飢えている、皆さんに練習できる環境、しかも女子だけで練習ができる環境を私はどんどん作っていきたいと思ってるわけなんですね。その1回目としてね、この11月23日、やっていきたいなと思っております。やっぱり試合とか自分が出ててもそうだし、女子の試合見に行ってもそうなんですけど、この子もっと多分練習したら止めれるんだろうなとか、これ知ってればこの子もっといいポジション取れて、もっといいセーブできるのになとか、もっと飛べるようになるんだけどなっていう場面に結構遭遇します。でもやっぱり知らない、知れる環境がないとか、教えてくれる人がいないっていうのが、もう完全に試合の結果につながっていってしまっていると、もったいないでしかないんですよね。やればできるようになるのに、やればもっと上手くなるのに、やれる環境がない、やっぱりそれはすごく残念なことだなと思うので、それをどうしてもやっぱり変えていきたいと思っています。今回祝日のトレーニングになりますので、もしよかったら福岡県内と言わず、九州、もちろん日本から全国から、来れる人はぜひ来てほしいなと思いますし、よりたくさんの、キーパーと熱く楽しく、女子だけの楽しい雰囲気でね、真剣にキーパーに取り組める一日っていうところを、環境としても万全な状態にして作っていきたいなと思っております。やればできるんです。伸びしろめちゃくちゃあります、女子のゴールキーパー。やればもっと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 レベル上がってくると思います。そしたら試合のレベルも絶対上がってくるから、もっとサッカーが楽しくなること間違いないと思います。そのためにね、まずは第1回目の11月23日ですよ、皆さん参加してください。参加したいよ、トレーニングの詳細知りたいよっていう人は、概要欄の方に準備しておりますので、そちらの概要欄から、チェックしてもらって、女子公式のLINE がございますので、そちらの方ご登録いただいて、参加申し込みまで、していただけたらと思います。もし近くに女子のゴールキーパーいるよ、女子チームの監督コーチしてるよ、そんな人いらっしゃいましたら、ぜひ拡散の方もよろしくお願いいたします。何か質問あればコメントとか LINE の方でも受け付けておりますので、ぜひぜひお気軽にメッセージいただければと思います。11月23日
この場所で皆さんと一緒に練習できるのをすごく楽しみにしてますので、たくさんのゴールキーパーと出会えること、たくさんの女子のゴールキーパーと一緒に練習できることをすごく楽しみにしてますので、ぜひ参加してください。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!